こんばんは。こんばんは。じゃない人もいるか。ハム王国のヒロです。今日はちょっと、最近、めっちゃあくびしてる。この、今映ってる親ハムのくまこちゃんは、伸びしてますね。仲良しだからいいんですけど、ちょっと子ハムたちがめっちゃ、自分のこと警戒して距離があるので、仲良くなる作戦を取りたいと思います。その作戦としては、彼らじゃ、彼女らが好きなものを、まあ、上げていくっていう作戦を取る。教科書通りの作戦でいきます。今寝ちゃってますね。まず、ちょっと親ハムには一回退場してもらいます。おいで。噛むな、お前。噛もうとすんな。くまこちゃんです。よいしょ。子供が起きてきてる。お前食べる？ちょっと彼女ともスキンシップを取ります。くしくし。くしくし。はい。お肉。回し車見えにくいに取ります。寝てる？寝てますね。起きた。上から。外の世界に興味を示してます。お前も来た。このカットビーフ作戦でいきます。ちょっと、はい、食べれ、これ。ご飯？え、そっち？ちょっと、こっち来いよ。これ、カットビーフ作戦で。人間の手が怖くないよ作戦。人間の手が来たら、飼い主の手が来たら、ご飯を食べれる。美味しいものを食べれるよ作戦。ほれほれほれ。ほれほれ、おいで。おいでおいで。噛むね、お前。俺は貨物。貨物してる。めっちゃ貨物してる。わかる？いてか。痛い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 。噛まれた。噛まれた。痛かった。もうお前、コハムの強さじゃないな。ちなみに、あんまり噛まれてると噛み癖がつくらしいんで、気をつけてください。くっそ、噛みやがった。しかも痛かった、もう。親ハムが出てきた。ちょっと、一回退場です。退場できない。餌より出たいんだな、親ハムは。いや、おいでおいで。おいで、おいで。噛むなよ。めっちゃ痛かった、ほら。ちょっと、お前噛もうとしてんだろ。すごい、ちょっと、親ハムお前出てこない、一回。よいしょ、ごめんね。よいしょ、一回君は遊んでなさい。めっちゃ痛かったわー、マジで。もう大人だね、噛む力が。めっちゃ痛かったわー。全然
あれ？あれ、さっきママが食べてたやつだ。ママが食べてたやつ、ちょっと返してもらう。結構食べてんの。四角かったのに。ちょっと削れてる。いった、マジでさっき。若干血出てるわ。おいで。おいで。ちょっとお前、俺の指噛むんだよ。で、なんで、こいつなんでこう餌の方行かないのかな。もぐもぐしてんの。右のこの子がレタラちゃん、あのゴールデンカムイに出てくる白い狼の名前から付けました。でこっちの子がおそまちゃん、体がちょっと小さくてちょっと大きく育ってほしいって意味を込めてね、あの悪いものを寄せつけないようにちょっとおそまちゃんっていうちょっと下品な名前を付けました。大人になったら名前変えるか、変える気はないけど。2匹ともメスです。レタラちゃんが今なんかお肉食べてますね。いやレタラちゃんマジ噛みやがった。あいつ、あー眠いよ、眠い顔してたね今。こっち来る？食べる？うい、これ全然食わねえな、こいつ。あ、来た来た来た。ういうい、うい、マジ食わねえな、こいつ。ういうい、お肉嫌い？お、食べる食べる。えい、食べた食べた。えい、食べてる。かわいい。もぐもぐもぐ。音が止まった記憶の彼方。困ってんの。警戒心が強いのかな。伸びしてるのか。おそまちゃんだから痩せてんだよ、まあ、痩せっぽっちなんだよ。ちょっと手を噛むな、手を。レタラちゃん食べるだろ。俺みんな俺警戒してる。なんかもう俺の手を警戒してるね。そんな嫌？じゃあお肉嫌なんだな。分かったもん、それは分かったもん。このじゃあもう分かった、もう必殺も甘いもの作戦、バナナチップ作戦でいこう。でこう大きいから、あ、お、毛づくろしてる、毛づくろしてる、見て、一瞬だったな。こう兄弟で毛づくろするんですよ。あのオスの子たちもやってたんですけど、喧嘩もするけど毛づくろもする。これなんかもっとグッて取ってけよ。仲いいねお前ら。あ、喧嘩する、喧嘩するかな。喧嘩するんですよこうやって。喧嘩っていうかなんかじゃれ合いみたいな。やれてやれて。あ、噛んで噛んで。
水を奪い合って飲んでる。ちょっとね、すぐに食べた。なかなかちょっとすぐには好きですね。バナナチップは好きみたい。落とし、ちょっとでかかったかな。なかなかこうすぐにね、手乗りして噛まなくなるようにちょっと時間がかかるみたいなんで、またちょっとこうやっておやつ作戦で彼らとの関係を修復していきたいと思います。2匹、2匹とも警戒してる。耳ピーンってなった時はね、警戒してるんだよね。多分びっくりすると思う。で、俺の手でやるとびっくりしちゃうとね。俺の手に警戒しちゃうもんね。ほら見て見て、奥のレターちゃん今めっちゃ警戒してたね、今。ピーンってなった耳。何警戒してんの、お前ら。食べないと思う、今。警戒してるか。ほら、めっちゃビビってる。ほら、奥のレタラちゃんめっちゃ警戒してる。もういつでも走り出せる準備してる。なんかいるの、こっちに。こっちになんかいるの、こっちに。こっち側に。なんかいるの、そっちに。え、ちょっと怖いんだけど。お化けとか見えてんの？もう餌どころじゃないもん、ほら。おやつどころじゃないもん。耳ピンってなったらね、めっちゃ警戒してから。なんかいるの？そこに。そこに何かいるの？この右奥に何か。ちょっと怖いんだけど、一人暮らしだから。警戒してるんだったら、なんかこう、部屋の奥とかに行けよ。ハムスター警戒すると耳めっちゃピーンってなってね。目がこの子たち。で、ハムスターそもそもあんま良くないらしいんで。はい。いや、おかしいところじゃないんだよね、やっぱね。これね、嫌だ嫌だね。あ、ちょっと耳ね、寝てきましたね。ちょっとこんな感じで、この子たちが手乗りするまで、ね。成長するように育っていくので、よければまたご視聴、コメント、チャンネル登録、いいね、よろしくお願いします。今日はご視聴ありがとうございました。バイバイ。